今日は怪しいお話です。古代のヨガの経典による予言のお話です。今通信システムが 4G から 5G に移行しようとしている時期です。それに合わせて僕ら自身も 4G の状態から 5G に移行しなければならないそうです。4G の状態というのはヨガの経典によると目に見える世界しか認識できない状態、これが 5G に移行するとガラッと変わるんです。古代のヨガの教えによるとどうも今時代がね転換期にあるようです。今の僕らは 4G 目に見える世界しか認識できないのですが、これから 5G 目に見えないような世界も徐々に認識できるようになるようです。今日はそんな古代のヨガの教えを紹介します。ヨガの教えによるとこの宇宙はビシュヌ神というイケメンの神様のへそから生み出されたそうです。こう面白い考えですよね。で、そのね、ビシュヌ神のへそのことをヨガの言葉でビシュヌナビーと言います。このビシュヌナビーは宇宙が生み出された場所であり、宇宙の中心です。で、一方ね、僕らの住んでいるこれ太陽系なんですけども、この太陽系はある星の周りを24000年かけてぐるーっと一周している。これはヨガの経典に書いてあること。そうすると太陽系がね、ある時期にこの宇宙の中心であり神様のパワーがいっぱいあるビシュヌナビに12000年かけてだん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 近づき、そしてある時期は12000年かけてだん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 遠ざかっていくんですね。そうすると何が起きるか、太陽系がね、ビシュヌナビにだん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 近づけば近づくほど地球の精神性が高まる。ね、だからスピリチュアルになっていくんですね。逆に遠ざかっていくと、精神性は弱まっていく。目に見える世界しかわからなくなっていく。じゃあ今僕らの地球はどこにあるかというと、どうもここらしいですね。ビシュヌナビの方にだん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 近づこうとしているんですね。で、地球がね、太陽の周りを1年かけて一周すると、春、夏、秋、冬という4つの季節が巡ってきます。それと同じように、太陽系が24000年かけてぐるーっとこう回る。ビシュヌナビに近づいたり遠ざかったりするにつれ、地球にもね、4つの宇宙的な季節が巡ってくると考えられています。ビシュヌナビに近い時代から順番に説明していきたいと思います。一番上、ビシュヌナビに一番近い季節ですね、時代ですね。サティアユガ、黄金の時代。2番目はトレーターユガ、銀の時代。で、3つ目、ドゥアパラユガ、青銅の時代。そして、ビシュヌナビから一番遠い、最後のやつはカリユガ、暗黒の時代と言われていますね。で、今、じゃあ僕らの地球はね、どの辺にいるか、今の時代はどの辺にあるかというと、カリユガ、暗黒の時代からちょうど青銅の時代に移り変わろうとしている、とても重要な時期なんですね。カリユガ、暗黒の時代の特徴です。この時代は宇宙のごく一部にしか過ぎない目に見える世界、物質の世界しか理解できません。自分自身でいけば肉体しか感じることができません。これ 4G みたいなもんだと思ってください。さあ今ね、ほとんどの人はそうですよね。 4G です。肉体しか当然感じることができないような状態ですね。これ間もなくね 5G になりますよ。 5G 青銅の時代です。青銅の時代はどういう風になるかというと、宇宙の第二の領域、精妙な力を理解することができるようになります。精妙の力どういうものかというと、プラーナと言われている気エネルギーを感じることができるようになります。そしてエネルギーのセンター、チャクラだとかマルマというのはツボです。あるいはエネルギーの通り道であるナディ、まあ、経絡だと思ってください。こういうものを感じることができるようになったり、理解することができるようになります。なんだかすごい時代になりそうですね。ヨガの経典によると、通信システムだけではなく、僕ら自身もどうやら 4G から 5G に移行しなきゃならないようですよ。だからこれからね、どん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 地球はね、スピリチュアルになっていくはずです。価値観がガラ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 変わっていきます。だけどこのヨガの予言本当なんでしょうかね。ちょっとにわかにはね信じられないですよね。
僕はね、20年以上ヨガに携わってきました。僕のヨガの経験上、これきっとね、本当なんだと思ってるんですよね。その理由3つあります。1つ目、今までは秘密とされていたチャクラの開発法の情報がね、どん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 公開されています。例えば今までそんなことね、ありえなかったんですけど、長年秘密だった教えがね、本で詳細に公開されていたり、あるいはインターネットでどん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 世の中に出てくるようになりました。だからきっとね、これから皆さんもチャクラの開発法なんてのを目にしたり聞く機会がね、きっと増えると思います。2つ目、今世界中でヨガブームになっています。ヨガというのはインド発祥です。そのインド発祥のヨガが世界中に広まったのはここ20年ぐらいの話です。これ不思議ですよね。 4,5 千年の歴史なんですよ、ヨガってね。でインド発祥でもう数千年間インドでしか行われていなかったものが、ここ何十年で急速に世界中に広まったんです。これはきっと人類が 4G から 5G に移行するための下準備なんじゃないかと思っています。3つ目、瞑想が世界中で流行っています。僕はね、このヨガの予言を知ったのは10年以上前です。10年以上前、ちょっと半信半疑、この教えは半信半疑だったんですけど、もしこの教えが本当であればですよ、10年前の当時から瞑想が流行り出すんではないかと思いました。だって10年前はまだオウム真理教の影響も強く、瞑想なんてみんな怪しくて見向きもしなかったような時代ですよ。だから僕はね、自分が主催するヨガインストラクター養成講座の中で10年前から受講生に向かってね、これからこの予言を紹介して、これから瞑想をしようとする人が増えるので、皆さんも瞑想が指導できるようにしておいた方がいいですよ、ずっとね言い続けてきたんです。すると10年経ってどうですか。いや、これ僕もびっくりしました。こんなに早く瞑想が流行ると思ってませんでしたけど、今やマインドフルネス瞑想世界中で流行っています。アスリートだったりビジネスマン、みんなマインドフルネス瞑想に興味を持っています。ビジネス書籍のコーナーに行くとマインドフルネスの本がいっぱい並んでいます。これ10年前ではね、とてもじゃないけど想像できなかったですよ。ありえなかったんですよ。だから時代はね、どん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 こう変わっていってるんです。ヨガや瞑想がね、どん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 広まっていってるんです。なのでこれからはマインドフルネス瞑想に代わって、きっとチャクラの開発法が世界中で注目されるようになるんじゃないかと思っています。今はね、チャクラだとかチャクラの開発法なんていうときっとね、みんな世の中の人怪しいんじゃないかって思ってますけど、だけどね、10年後もうビジネスマンとかアスリートみんなチャクラの開発をしようってなってると思いますよ。だって今から10年前、瞑想なんか誰も見向きもしなかった時があったわけですから、それがね、たった10年でこんなに世界中に広まってるの僕見てますからね。だからきっとね、今はね、そんなはずないって僕もなんとなく思うんだけど、いや、きっと10年後チャクラの開発をきっとね、みんなやってんじゃないかと思いますね。だからね、僕はもうヨガをね、一生懸命真剣に学んでますからね、このヨガの予言教えに基づいて、僕もね、今までこれは秘密にしておいた方がいいんじゃないかと思っていた、まあヨガのチャクラの開発法、古代の知恵ですから、これをね、少しずつこのチャンネルでも公開していこうかなと考えています。どん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 怪しくなっていきますよ。皆さんついてきてくださいね。Thank you.